福島県道27号花は大津高専花輪町、川上福島、茨城県境付近茨城県道27号花は、大津高専北茨城市関、本町小川北茨城市大津町北町4丁目付近福島県道、茨城県道27号花は大津高専は、福島県東白川郡花輪町から、茨城県北茨城市に至る県道である。 福島県白川郡花輪町の国道百十八号より、分岐し、福島、茨城県境を越えて、阿武隈高地を横断し、茨城県北茨城市の大津港まで東西に接続する主要地報道である。九百五十九年十月十四日、前進にあたる県道平方花輪線、大津関本停車場線、大津港線を廃止し、統合して、新たな県道として、 福島県東白川郡花輪町を起点とし、北茨城市大津町の大津港を終点とする区間を本路線として茨城県が県道路線認定した。道路法の規定に基づき、北茨城市関、本町富士が岡道市大津町北町間及び道市大津町道間は緊急輸送道路として機能を維持するため災害発生時の被害拡大防止を目的に、 道路用地内に電柱を建てることが制限されている。路線の大部分は、阿武熊高地の緑濃い紅葉樹の山中にあり、谷間や東高線に沿って道路が伸びるためカーブや起伏も多い。北茨城市川の沿線に、花園渓谷,谷があり花園側の渓流沿いに道路が伸びる。阿武熊高地を過ぎれば平坦な道路であり、起点の花輪町は、里山の田畑のある風景が広がり、 終点側の北茨城市関本町付近は、田園風景、大津港駅付近から、終点の大津港までは、市街地となる。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。